まったく、足立、生ために潜ませた二つの詐欺りを倒し、挙句あの矮小な者の命まで救ってしまったのですから。まったくバカバカしいことです。あんな者を救って何になるというのですか。あれは無用の霧を始末するにしか使えない塵アクタのごとき存在なのですか。おや。まさか、あれはまだそんなものを持っていたというのですか。失礼、君の持っているその古びた竹串の話ですよ。その様子では君もその串を与えたのが誰なのかを知らないようだ。その串はね、私が彼女への手向けに渡した別れの串なのですよ。愚かなものです。私が呪いの言葉を込めた串を御所を大事に持ち歩いているとはね。よほど何かにすがりたかったのでしょうが。未練がましいにも程がある。おや、ではどうするというのです。この間の戦いでは物足りなかったということ。さすがは私の見込んだ力の持ち主だ。もちろん君が特別な適性を持っていたからですよ。君の仲間たちは私が君に与えたきっかけに導かれて力に目覚め、とはいえまさかこの私の元にまでやってくるとは。いやはや全く予想していませんでした。きっかけのことを覚えていませんか。君が初めてここへ来た日、私が君の力をほんの少し後押ししたこと。こうやってね。君高校生？都会から来ると何もなくてびっくりしちゃう。実際退屈すると思うよ。高校の頃つったら友達ん家行くとかバイトくらいだから。でさ、うち今バイト募集してんだ。ぜひ考えといてよ。学生でも大丈夫だから。私が歓迎の握手でこの町に迎えたのは、君と同じく外から来た者に与えたんだ。外から来るということはそれだけでこの小さな世界を刺激しますからね。でも思ったより刺激は大きかったようだ。中でも君はその役割に飽き足らずこうしてやってきた。真実にたどり着いてそれが何になります。愚かな者ゆえの欲深き定めですかね。私はイザナミ。霧をすべたる雨のさぎりは私が産み落とせし仮の姿の一つ。君は私も想像しなかった特別な力に目覚めた。この私から別れ入れた二つのさぎりと一つのかけら、それらすべてを打ち倒した。さらには今こうしてこの私と対峙している。もはや愚かというだけでは済まぬ事態。いいですよ、今度は本気で試してやりましょう。ただその代わり、この愚かな手向かいにふさわしいだけの覚悟を携えてきてください。
あの場所で待っていますよ。話してたの誰？なんか急に消えた。もしかして。やっぱりあれで終わりじゃなかったんだ。ともかくそいつが元凶なわけで、今あっちの世界にいるわけだ。倒さないときっとまた同じことが起きる。うん、他のみんなも近くにいるからすぐ連絡するね。なあ、頼むぜ。これが本当の最後だってな。うん、今度こそ完全にやっつける。じゃあ各自準備できたらジュネスに集合で。よーし！うん！今までとは違う何か大きなものの存在を感じる。新しい場所ができてるみたい。そこにいるんだな、全ての元凶のやつが。そういやこの前倒した雨のなんとかってやつ、また魔王的なことを抜かしてたからな。まだやろうってんなら今度こそ後腐れないようにしてやるぜ。当然す。軽くひねりに行きましょうよ。明日の先輩の電車には間に合うっしょ。いつも通りに。頑張ろう、リーダー。こういうのも本当に最後と思うと、やっぱさ、ほら、言い方変かもしれないけど、楽しかった。それは、僕らがみんな必死だったからです。僕たち、犯人や動機、何度も途中で立ち止まりそうになった。目をつぶってれば楽だったかもしれないけど、あがいてでも大変でもさ、自分で感じて見て触れて考えて、そうやって生きていきたいよな。
でも一人で捕めることってきっとすごく少ない。だからみんながいるんだよね。おうよ、みんないるぜ。ダチがいりゃわかんだ。どんなしんどくてもこういうふざけたやつはぶっ倒すべきってな。私たちの未来のために、明日気持ちよく送ってやるために。かゆう。凌介は最後までカコマンだクマね。あまりの身の程知らずにクマかゆかゆです。飲みたかってんだよ。さっきお前にジュースこぼしたから。オレンジのフレッシュな香りがすると思ったら。さて、注意して。注意して。電撃は効かないから他の子に。よし、つれ。いいぞ先輩、もっとやっちゃえ。
光属性の効かない奴がいるよ。注意して。ペルソナ、先輩いい調子。敵2体撃破です。電撃は効かないから他の攻撃で倒して。オッケー、みんな気合い入れて。よし、いっくぜ。いっけー、ボコボコにしちはダメだよ。先輩素敵。先輩いい調子。いいぞ。敵2体撃破。やれ。勝負。ペルソナ。敵ダウン。さていい返事だ。ほらほらほら。闇属性に効かない奴がいるよ。注意して。先輩いい調子。敵2体撃破だよ。頼むぜペルソナ。誰かこいつを。花村先輩防御力高まってるね。頑張れ、クマコー！クマ、これどうしよう！ボコボコの返し！よっしゃ！
レベルアップ。うし、レベルアップだ。まだまだ行くぜ。